景とは、江戸中期に東海道五十三次で有名な歌川広重が描き、全国的な観光名所として広く認識されるようになったと言われています。近江八景をめぐる旅、今回は瀬田の関所編をお届けします。大津観光インターネットチャンネルへようこそ。ナビゲーターの西条美希です。瀬田の関所の最寄り駅になります瀬田駅にやってきました。広重の近江八景図に添えられた歌では、梅雨しぐれ、森山遠く過ぎきつつ、夕日の渡る瀬田の長橋と読まれ、歌に登場する瀬田の唐橋は大津を代表する名所であるとともに、日本三名橋の一つとして、また広重による近江八景の全国的な普及とともに、その名を轟かせることになりました。そんな瀬田を訪れた際にぜひ足を運んでいただきたい見どころの一部をこれからご紹介します。最初にご紹介するのがこの一里塚跡です。この一里塚跡の石碑は地元の有志により昭和51年に建立。東海道に面したこの地には当時の一里塚を忍ばせる巨大な松の木があり、明治の末期まで存在していたということです。では私も当時の旅人になった気分で、近江八景の舞台となった瀬田の唐橋に向かって旧東海道を散策してみたいと思います。瀬田の唐橋に到着しました。草津から大津との間に架かるこの橋に、当時の旅人も心躍らせたことでしょうね。この瀬田の唐橋は瀬田の長橋とも呼ばれ、日本書紀にも登場するなど歴史は大変古く、最初は一本の長い橋であったようです。現在架かっているこの橋の原型は織田信長によるものとされ、大橋小橋の2つの橋による構成に整備されました。唐橋を制する者は天下を制すとまで言われるほど、京都へ通じる軍事交通の要衝であったことから、幾度となく戦乱の舞台となったことで何度も架け替えられたということです。私が今歩いているこの橋は昭和54年に架け替えられたものですが、緩やかな反りや擬宝など王子の姿を今に伝えており、来る人の目を楽しませてくれますね。そうそう、皆さんは急がば回れということわざはご存知ですよね。そのことわざの意味となったのがこの瀬田の唐橋ということをご存知でしたか。そのことわざの由来は遠く室町時代まで遡り、総長という連歌詞が詠んだ歌に、物の舟の矢橋の船は早けれど急がば回れ瀬田の長橋というものが元だそうです。当時草津から大津へ、大津から草津へ行くには琵琶湖を船で渡った方が早くて近かったのですが、比叡山から来る強風により遭難したり引き返す船が多くあったそうです。そのことから、たとえ遠回りをしてでも堅実で安全なこの橋を選びなさいという教訓を含んだ歌になったそうです。ことわざなどからもこの橋の持つ歴史的な重みが増しますね。続いてご紹介するのは瀬田城跡です。瀬田の唐橋の下流にあった瀬田城は、甲賀武士である山岡氏の居城。八代目城主山岡景隆は本能寺の変の時、瀬田の唐橋や城郭に火をつけ、明智光秀が安土に攻め入ることを防いだと言われています。現在はお城の石垣の一部が残り、当時を忍ばせています。次にご紹介するのは武部大社です。瀬田の唐橋からほど近い位置にあるこの社は、大和尊の御事を祀る近江一宮と言われ、長い歴史と由緒を持つ全国屈指の古社となります。平安時代の末期、源頼朝が平家に捕らえられて伊豆に流される途中、
この武部大社に立ち寄って源氏再興の祈願をし、見事にその願が叶って以来は武運雷運の神として信仰を集めました。社殿は大和たけるの御事を祀る正殿と大名持の御事を祀る権殿が立ち並び、拝殿左右に末社が並んでいます。社宝としては平安時代の作で、大和たけるの御事の碑といわれる木造女神座像があり、境内にある石灯籠とともに重要文化財に指定されています。また毎年8月17日に行われる線香祭が有名です。この境内にある大野神社は縁結びの御利益があるということですので、私もご縁があるようにお願いしたいと思います。最後にご紹介するのが瀬田川リバークルーズです。このレトロな雰囲気のある外輪汽船一番丸に乗って、石山寺港から瀬田川に沿って近江八景の名所である石山寺や瀬田の唐橋を楽しむことができるんです。船から眺める瀬田の唐橋も一風変わっていて大変面白いんですよ。いかがでしたか？瀬田の唐橋周辺は様々な歴史を振り返り、またその時代を生きた先人たちの教えを学びながら、訪れた人の人生観に深みを与えてくれる、そんなスポットなのかもしれませんね。また今回ご紹介した見どころ以外にも、瀬田エリアにはおすすめしたいスポットがいっぱいです。詳しくは琵琶湖大津観光協会のホームページをご覧ください。